皆さんこんにちは、教育屋カピヒャンと申します。はい、本日は名講義塾にお勤めの方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気ということなんですが、お勤めになられて大体何年ぐらいですか？5年ぐらいですね。5年ぐらいですね。まあ内部事情とかね、よく知ってると思いますから聞いていきたいなというふうに、はい、思います。よろしくお願いします。じゃあ先に説明するんですけど、名講義塾の教室っていうのは有価証券報告書の内容を見る限り8割がフランチャイズで2割が直営なんですね。で、今回来てくださった方はフランチャイズで合ってますよね？はい、フランチャイズです。なので8割の方に当たります。ただ8割の方は社長が名講義塾の社長っていうことじゃなくて、オーナーが社長になるので、このオーナーによって、待遇であったりとか、勤務時間であったりとか、その仕事内容の方針に差が出てくるので、フランチャイズの中の、あくまでの一つの教室の方のお話だと思って聞いてほしいなというふうに思います。直営でもわかるところがあるっておっしゃってるので、その辺は、聞いていきたいかなというふうに思います。ではですね、5年目ぐらいで、だいたい給料はどれぐらいですか？月給で言うとだいたい28万ぐらいですね。何か役職にはついてますか？まあ、教室長やってます。教室長やってて、学面で28万円ぐらい。そうですね、28万ぐらいです。ボーナスは年間でどれぐらいもらえますか？ボーナスが年2回あって、例えば冬の冬季講習の結果っていうのが夏のボーナス。世界講習の結果が冬のボーナスに反映されるっていうような年2回になります。実際にはどれぐらい待ってますか？月給の1ヶ月分から2ヶ月分っていうところになります。そうすると、まあ、大体年収でいうと400万円ちょっとぐらいっていうイメージで合ってますか？業績にもよりますけれども400万円前後っていうところになります。わかりました、ありがとうございます。ちなみに直営の人たちってどれぐらいもらってるかっていう噂で全然いいんで、聞けたらちょっと教えてほしいです。直営の人に関してもそんなに給料は変わらないという話は聞いてます。名工さんはまあ5年目ぐらいで教室長だと、まあ、大体400万円前後ぐらいかなっていう感じで、まあ、直営もフランチャイズでもまあ似たような感じで動いてるということですよね？そうですね。フランチャイズって時々やっぱりオーナーがめちゃめちゃお金持ってて教育熱心な人とかだったりするとすごい金額出したりする人いるんですよ、教師長に。そのもちろん業績連動ですよ。なんか最高でこれぐらいの年収まで聞いたことあるみたいな話してないですか？まあ、知ってる限りですけど、まあ800万ぐらいっていう人が最高かなっていうところですね。多分もう来た問い合わせ全部入塾にして、もう退塾もゼロで、もう夏季講習も冬季講習もワンスが来て、それが足りませんみたいな感じになると、多分そういう域に達するんですよね、おそらくね。やっぱ結果でかなり金額が変わってきます。まあ、それはそうですよ。それは従業員はどうもそうです。はい。ちょっと僕の体感、少なめかな、失礼かもしれませんけど、ちょっと少なめかなと思いましたが、まあでも、業務内容をね、聞いていかないと、まだ分かりませんから、ここから聞いていきたいというふうに思います。休みっていうのは取れるんですか？まあ、実際週1日、まあ、日曜日が教室閉まってるので、そこは確実に休みで。で、もう1日、平日がどこか休みを取ろうっていう風な制度になってます。その平日休みは本当に休めるんですか？これが教室長の采配によるんですよね。まあ、教室に社員が1人しかいないので、まあ、そうなると、まあ、留守番をしてくれる講師が必要になるんです。その留守番の講師が手配できないとやっぱり出勤しなきゃいけないですし、まあ、講師が足りない場合とかどうしても出てくるんですね。するとやっぱ自分が授業入らなければいけないので、そういう時には、まあ、出なきゃいけないなっていうのがあります。あそこは本当に教室長の腕次第で休める人は休めるし、休めない人は休めないっていうような制度ですね。要するに生徒を集める営業の能力だけでもちろん給料は上がるんだけど、組織のマネジメントもできないと自分の身が持たないよって感じですか？まさしくその通りですね。なかなかだね、高度なマネジメントが求められますね、これはね。勤務時間とかどうですか？決まりとしては13時から22時となってます。ちなみに直営とかもその休みとか勤務実態に関してはそんなに大きくは変わらないですか？そんなに大きく変わらないんですけれども、例えば月末5週目が休みになっている会社もあったりとか、そういったちょっとした制度の違いっていうのはあります。教室によって、例えば英語1科目取ってても、1ヶ月4回ですよって言ってるところと、1ヶ月、毎週あるから5回ですよって言ってるところがあるってことですか？ありますね。それ初めて知った。普通塾って、これの金額は4週分ですとかが多いと思うんですよ。月謝の仕組みでも1コマいくらという計算でやってるので、まあ、例えば4週ある時には4回分、5週ある時には5回分っていうところもありますし、一番最後の5週目が休みになった場合には4コマ分だけをいただいているという制度です。あ、じゃあ
別に損はしてないんですね、誤解があったとしても。そうです、あの一コマかけるコマ数っていう月謝になってます。なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ今更なんですけども、お仕事の内容を教えてください。営業、運営、業務、この3つに分けられます。営業に関してはやっぱり生徒募集になりますね。ポスティングしたり、あと校門前で、グッズを配ったりというところが結構中心になってきます。でその他にも、過去に問い合わせをした人のリストがありますので、そこの、方たちに電話して営業をかけたりというのが営業活動になります。マネジメント運営の方に関しては、あの毎日こう誰がどの生徒さんを担当するのか、これを決めるというのがまず、運営になります。で教務に関しては自分で授業をしたりですとか、講師の研修ですね、そういったところが教務に当たると思います。なるほど、わかりました、ありがとうございます。方針とかだと職員の人たちと一緒に研修をしたりするみたいなっていうのがあるって聞くんですけど、名校にはありますか？ありますね。月に何回か本部の直営の方の、そういう研修担当の方がいらっしゃいまして、その方があの動画で配信してるんですね。でそれをフランチャイズも直営も含めて全員で見るっていう時間があります。へえ、なるほどね。僕これずっと思ってたんですけど、名校さんって小中のイメージなんですよ。でもそのまま持ち上がって進級して高校生になってもいるよって方がいるじゃないですか。で中にはこんだけあるから難関大を志望してる子だっていると思うんですけど、国公立理系とか相当むずいと思うんですけど、どうやって指導してるんですか？高校生に関しては、その高校生を中心としてたあの見ている講師がおりまして、で割とあの小中に関してはそこまで固定はしてないんですね、担当の講師っていうのは。ただ高校生に関しては割とこの1人の生徒さんに対して1人の講師だし、科目ごとに担当をくっつけて指導していくっていうような流れになってます。勉強に関してももちろん教えるんですけれども、コーチングみたいなのを使って授業以外の勉強の仕方、そういったところの指導をしたりですとか、ただどうしても教室の中でもこの科目は担当できる講師がいないってなった場合には映像授業があるんですよ。東進さんのように個別指導の授業と映像授業を組み合わせて全科目を対応しているというようなやり方でやってます。へえ、知らなかった。映像授業っていうのはその名工技塾さんの先生の授業ですか？いや、違います。外部のなんか入れてるんですね。はい、映像プラス個別指導でやってるので、うん、そこは強みかなと思います。ちなみに、まあ、もちろん教室によって違うのは重々承知なんですが、小中高の割合ってどんなもんですか？そうですね、一般的には、まあ、小学生3割、中学生4割、で高校生3割というところが多いかなと思います。ただこれが本当に教室によって全然違くて、例えば私のいるところだと小学生がもう5割近くいたりとか、ただそうかと思えば隣の教室が高校生がすごく多かったりとか、教室長の得意分野で結構集まってくるお客さんの層っていうのが変わってくるっていうのが現状です。大学受験に強い塾出身で名校に移った人とかだと、大学受験の話めっちゃできるから高校生めっちゃ取れるみたいな、そういうことですよね。そういうことです。名校って小学校何年生からですか？一応1年生からとはなってますけれども、入学前の方もいます、幼稚園。名校で英才教育じゃあ年長のやつみたいな人がいるってことですか？年長の子はやっぱり足し算引き算とかひらがな書くやつとか、そういう感じなんですよね。そうですね、そのぐらいです。高3まで、浪人生もいますし、あとはもうお母さん通ってるっていう教室もありますね。どういうこと？お母さん通ってるどういうことですか？あの、もともとこう子供をこう入塾させたいっていう話で来たんですけれども、私もちょっと勉強したいからっていうことで、なんかお母さんが先に入塾して後から子供が紹介に入るっていうことがありますね。俺初めて聞いた授業会で親子紹介でもそれなんか面白いですね。お母さんがカリカリ勉強して大学1年生の子にこれ分かりませんって聞いてるってことですよね。そういうことです。やっぱね、お母さん世代も勉強やり直したい方もいらっしゃいますからね。あのお子さんと一緒に通えていいんじゃないですか？いやいいけどさ自由度分かると思うじゃんじゃあ守備範囲は幼稚園児から親までフランチャイズ8割直営2割っていう中で、なんかもうみんなで一緒になって一つのことをやるみたいなことってありますか？まず一つ都道府県別っていうのもあります。でそれとは別に、年に1回全国の名工技塾が1か所に集まって、でそこであの研修をしたり、あとは表彰したりです、
主に表彰が中心にはなるんですけれども、そういった全国の名講義塾が集まる会というのがあります。表彰の内容は何ですか？優秀なオーナーや教室を表彰したり、そういったところですね。主に運営面の表彰が中心です。生徒数が多いとか、そういうことですか？生徒数と、あとは売り上げですね。まあ、そうなりますよね。それはね。ちなみに、どこにどれぐらいの人数が集まるんですか？幕張メッセでやっておりまして、まあ、全部の名講義塾の方が来るので2000人は来てます。大体1800教室ぐらいって言われてますから、まあそれは2000人ぐらい来るよねと。わかりました、ありがとうございます。名講義塾のいいところ教えてください。教室上目線になりますけれども、結構教室ごとの裁量っていうのが大きいんですね。なのでこういう教室を作りたいとか、こういうことをやりたいといったことは結構実現しやすいと思います。こういう教室作りをしたいとか、そういう思いが強い人には名講義塾はとてもいい会社だと思います。はい、名講義塾のねフランチャイズの実態であるとか、まあ、直営の話もね少し聞けましたので、良かったかなというふうに思います。こんな客参加したい方は概要欄に詳細載ってますので、そちらの方確認してください。アフタートークはマネージャーチャンネルの方に上がってますんで、そちらの方も概要欄からご覧ください。よろしくお願いします。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。